い、昨日ですね、超ごま、昨日っていうか今日日にちが変わってからか、超ごまパレードのね、動画を出させていただいたんですけど、超ごまね、2体とも、まあ、昨日の動画見てもらうとわかるんですけどね、当たったんです。で、今日ちょっとそれを紹介していこうと思うんですけど、このね、フォーシーっていうね、コマなんですけど、運営やったな、これ。片っぽがね、これ、神竜条件で、片っぽがね、これまあ、魔竜型の、混合でもいいし、普通にマージュ、竜6とかね、マー6、竜10とかでもいいんですけど、これさ、運営やったな、これ。もう完全にね、最近運営露骨すぎるんですよ。神竜はね、まだわかる。神竜はまだわかります。この前ちょっとさ、神竜って新しいデッキタイプが出たばっかだから、まだわかるんですけど、魔竜押しすぎじゃない運営。押しすぎでしょ。まあ、今日とりあえずね、こっちの神竜の方を使っていくんですけど、運営さん最近魔竜の駒出しすぎなんで、ちょっとさすがに自粛した方がいいかなと、思いました。なんか、あれだな、X とかで、なんかみんなに突っ込まれる前にやめといた方がいいと思うよ。ってことで、シーズンマッチ、やっていこうと思うんですけど、まあ、とりあえず今日はね、ナルアダルアで、星使っていこうと、思います。この駒ね、普通に強いと思うんですけど、まあ、すげえ簡単に説明すると、まあ、スーみたいな感じだな。似てる。まあ、ただね、スーより火力出にくい。スーとかカジミールとか、あれに近いっすね。能力。で、2000の雷撃ダメージと、あとは自分のキャラのコマ数かける、500の火炎ダメージで最大2200ってことで、まあ、マックス4200なんですけど、4200は多分出ないな。自分のキャラ5体ってよっぽどないんで、後半だったら出るかもしれないですけど、まあ大体3500か、まあ、よくて4000ぐらいだと思いますが、俺が600上昇だったらもっと強かったんですけどね。で、コンボも同じような感じで、ちょっとコンボはね、火力が若干低めになってますけど、まあ普通に強いっすね、これ。火力低めってか一緒か。ベースの火力が1800になってるだけで、マックス2400なんで一緒ですけど、まあ、ただ、マックスなかなか出ないんで、結局こんな感じになってますね。この駒ね、まあ、強いと思うんですけど、ちょっと使いづらいかな。まあ、使ってみないとわかんないですけどね。もともと2000ボーンって出して、あと500上昇っていうのがね、ちょっとなんとも言えないですけど、とりあえず今日はね、ナルアダラーに入れて、シーズンマッチやっていこうと思います。神竜ですね。なんか、運営、まあ、これはね、押してていいと思うんですよ。新デッキなんでね。で、さっきも言ったんですけど、ちょっと魔竜ね、一回ちょっとね、自粛した方がいいかなと思いますんで、まあ、とりあえずね、今日は、この、運営が、押してる神竜が、まあ、どれぐらい強いのかなっていうのを検証するために、せっかくね、欲しいって新しい駒が当たりましたんで、使っていこうと思います。行くぜー待って、行くぜって言ったけどさ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。タイムです。ちょっとね、説明し忘れてた。このね、アンナプールナ、ありがとうございます。何年ぶりかわかんないですけどね、登場してからね。やっとね、アップデート来ました。ただ、運営、これも言いたい。アップデート遅すぎん？なんか、3体アップデートあるけどさ、アップデートすんのがさ、今月末って遅すぎんか？めちゃめちゃ遅いんですけど、もうさ、なんだろう、10日とかさ、あの辺はさ、その日のうちにやんのに、なんでアップデートだけそんな遅いのって、だって HP とか増やすだけでしょ。何がダメなんだろうと思いながら、まあ、とりあえずね、これも入れてみました。運営にちょっとね、そのアップデートの件を解いてみたくて、入れてみましたが、まあ、とりあえずまだね、弱い状態の、まあ、弱くはないですけどね、この駒自体は。まだちょっとアップデート前のアンナプールラになるんですけど、こいつも入れてシーズンマッチやっていこうと思います。今度こそ、行くぜー！はい、来ました！メルベイユール、超有利な対面でございます！ナハーうるせえって言われそう、さすがに。誰とは言わないですけどね。なんか、俺はね、車で配信してるんですけど、俺の知り合いがね、結構ね、最近ね、なんか、妻とかしてると職質されるんですよ。なんで、俺もちょっとね、職質されるように気をつけながら、やっていこうと思うんですけど、なんか、こうやって動画撮ってる時にさ、あんまり声出しすぎてさ、なんか、職質されると嫌なんでね。車でなるべくね、周りに聞こえないように、結構ね、広い駐車場の真ん中で撮影してるんですよ。俺はね、普段。その方がね、静かっていうか、全然 OK だから。あー、これ弱いなー。
こいつコンボ何だったっけ、まあ、悪くない。これね、序盤に打ってもまあ強い方だな。よいしょよいしょ。なんだその罠、特殊罠か。まあね、こいつ特殊罠、そう、あのスーとかカジミールと違ってこいつ特殊罠引っかかんないの。優秀。出た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 、絶対引くメリーベイユールで、これ多分2枚返するとあのクソメガネ来るんで X 行きます。マジであのクソメガネだけ許せないんで、まあ、こいつ打っとくか。またこいつのコンボを使いたいんでこいつ打ちたいんですけど、どっちの方がいいかな。囲われるの考えたらさ、こっちからかだな。こっちから打って欲しいから打つか。囲まれるの考えたら欲しいから打つわ。十分十分十分で、相手下逃げするでしょう。下逃げしてからのクソメガネくんのか、嫌だなマジで、ほんと嫌だなあいつ。オッケー。じゃあこれはあの本当はね、どうしよっかな、どうしよう。あー、ハイサラの方がいいなこれ。2枚返しだと1枚しか燃やせないんで、でもこっちから打つと、こん、いや2枚いった方が強いな。でこっちの方が燃やしたい、燃やしたい俺は、とりあえず燃やしたい燃やしたいんだ、なんとなくね、とりあえず燃やしたい。これあとでもね、嫌なんすよ、イオンとか、そうそう、そういうとこ組まれると嫌なんですよね。まあいいや。それでもさ、婚格じゃないそれ婚格じゃないですか、大家コンボ組んで。バイセいいで、ね。バイセいいけど、フルフルやからでいいな、こんなもん。これでいいわ。だって相手罠発動しないもん。これでいいわ。回復して火炎ドン、どう、ちょっと待って、俺さ、間違えた、これ。クラインって勘違いしてたから、オーダー発動すんのとか思ったけど、違ったわ。そうやった。これ、ナルワドラだった。ってことは、火炎3ターンなんで、ほぼほぼ、勝ちが見えている。フルフリアのコンボ。でもさ、これさ、火炎全部なくなるのか。どうしよっかな、これ。でもこれ、角から来るでしょう。ルキアか。あ、そう、アンプの弱いところね、ここなんですよね。アンプの弱いところはね、これ本当だったらね、多分アップデートするとバイス出るんじゃないかな。いや、どうしようこれ。もう3枚行くしかないか。こんでいいな。火炎が発動しなくなっちゃうのがちょっと嫌ですけど、これでいいな。で次エンデカで飛ばせるんで。いやー、なんかね、そう、アンプはね、アップデートでアタックが上がるのがでかいんですよ。アタックも上がりつつ、確か900後半までいかなかったっけ。そう、だからね、バイセとか、この周年バイセとかよりもね、上の980ぐらいじゃなかったっけ、アタック確か。どうなんだろう。だから本当はね、さっさとアップデート来てほしいんですよ、運営さん。はい、これまあ飛ばせるな。おら、いけ！エンデが最強駒。まあそんなも関係ない。通常書いてこようと、フィニッシュ強い。まあこんだけエース投げればね、それは勝てるでしょうっていうところでございます。まあティポン来てないけどね。来た、またメルベだ。メルベにはねめちゃめちゃ有利なんで嬉しいんですけど、待って、俺メルベ当たったっけ。あれ違うかもしれない、動画撮ってる間当たってないかもしれない。当たったかもしれないし当たってないかもしれない、なんか覚えてなくなった、覚えてないわあんまり。あれメルベ当たったっけ俺。ちょっと待って、記憶が改ざんされてるかもしれん。まあいいか、まあいいか、こうだな、こういって、でも当たったらなんか仕打ちされて、そう、当たったわ、多分当たった。でフェルグ出されて、やったやったやった。メルベ有利なんでね、全然嬉しいっすねこれ。ああ、まあ仕打ちするねやっぱり。でこれ2枚返しして十字火炎をね、あの X に打たないと絶対これね、クソメガネ出てくるんで、本当にね、あいつらうざいんだよ、マジで。あのクソメガネがね、うざすぎて、もう嫌なんすよね。あいつずっといるから。どうしよっかね。どうせ2枚返しってね、その後クソメガネ来るんで。大体わかるんすよ、もう。どっから来る？イオンから、イオンってか、下から来る？あ、来ないか。いや、だるいな。だるいな、ほんと。
おお、ヤンドーラ。あー、どうしようかな。2枚返しすると1体しか燃えないから、結局こっちか、こうしかないんすよね。これ2体燃やすのが一番強い。はい、このね、900ダメージが毎ターン押しかかる恐怖。あ、全然いいよ。あ、なんこれ、あ、やば、やばいの来た。は、なんこれ、やばいの来たな。通常か火炎ダメージか。じゃあこうだな。こういって特殊は変えらんで、これが 50% 返ってくるけど、まあいいでしょう。常にコンボ。あー、まあそんな強くないな。やば、それはさ、待って、飛ばされるのこれ、チューポン打つと。なことないよな。通常とあれだからな、これでいいわ。絶対飛ばん、なめんな。さすがに、さすがにビビらせんな。でもこれ結構返ってくるな。2000、まあ大丈夫やな。飛ばん、絶対飛ばん。何されても、手駒ロック来てもこいつ出るし、大丈夫ですね。相手はこれね、火炎取らないとし、あ、ちょっと待って、怖っ。なんだそのダメージ、怖っ、危なっ、やばっ、サタン強っ。おらー、燃えろー。飛ばなかった。あ、いいいい、欲しいでとどめていきますね。どのぐらい強いか見せてやるよ。おら、いけ、欲しい。最大火力じゃない、まだか、こいつ最大じゃないわ。2000だもん。もう1体いる。おらー、いや強いけどね、これでももう1体いるのか、ちょっと遅いよな、やっぱり。あ、火炎だ。しかもこれさ、待って、火炎っていうか、俺なんか分かったわ、こいつのデッキタイプ多分ね、俺と似てるですね。似てるですねっておかしいな、こいつから打つか。あの、多分ね、あの、火炎じゃない、中身火炎っぽく見えるけど、エレッサって多分ね、これあの、やっぱり神竜で組めるんだよ。だから多分ね、中身神竜ですね、これ。違うや、魔竜やんけ。ってことは、もう1枚目からもう分かってしまった。もうこれってことはね、あれですよ、もうみんな大好きなあのタイプのデッキですね。これコンボ強いから、こいつまだ打たなくてもいいか、打つか。まあ絶対ね、入ってます、欲しい、間違いない。は、ヤンドラ引いたか。これ魔竜で下手すると神も入ってるパターンの可能性あるか。でも星だったら、あら、関係ないか。いや、混合の可能性あるな、これ。ああ、普通の火炎だ。魔竜の、あの、あれだ。単純に。あ、でもそれだったらさ、俺下いけるぞ、2枚返し。これ竜多めだ。竜獣の魔竜ですね、単純に。で、ここで X に、X じゃなくて B3 にアベルとか、十字置いてくるんですよ。みんなそう。まあ、これ2枚いけるな。弱いから下が。うん、下弱いから2枚いくわ。でも2枚いきますわ。みんなそう。みんなそう。本当に。みんなそう。毎回そう。フォーティアなの全然いくよ。なんでこれ十字、まあ3枚入ってるから来るか、さすがに。強いなあ。まあ、それほっといていいなあ。で、ここでナルワダラつないで、アンプは弱め、弱めです。アンプはマジ弱い。てか手駒弱すぎやろこれ。こうだなあ。回復してダメージ出せねえ。なんか弱っ。どうしようこれ。いや、弱いなこれ。強っ。それ強いわ。
どうしよっかな。エンデが4枚いく？ダブコンで。どうせあいつのコンボだけでしょう。行っていいな。回復してダメージ出してこうだな。大体ダブコンしてもね、結構俺コンボ残るんで。しかもダブコン弱いしな、これフォーティはコンボないから。ほぼ一番嫌なのは E4 取れない、めっちゃ嫌。あーそこも嫌、安否ないわ。どうしよう、これさすがにペトラのコンボ食らえないからエンデが3枚食らうしかないのか。ここ打つしかないな。やべ、エンデが怖え。3000食らう、3枚返し。いやオーラ2枚きついんだが。でもね、火炎ってね、フィニッシャーこんだけ投げたらないんだよ多分。神駒いっぱい投げてるからな。ないよやっぱり。で混合かこれ、しかも俺も飛ばせなくね、これ。どうやって飛ばすのこれ。フルフリアか。もう一旦耐えろってこと、もう一旦耐えろってことか。飛ばないもんなってこれ。ここやな、ここでもう一回、もう一旦耐えるわ。飛ばせたこれ。いや飛ばないよな。飛ぶんか、飛ぶんかい。あそうか、忘れた、ナルアダルアの買い忘れた。そうだ、ナルアダルアだった、俺使ってたの。あー夜明けか、確かにありだな。無補正の夜明けはね、確かに強いと思うんですよね。まあでもね、多分、あー来た、欲しい欲しい、これが欲しかったんだよな、欲しいだけにね。ダメだ、なんかすげえ滑るわ。どうしよう、なんか最近キレが良くないな、俺のせいかな。これさ、アベルでしょう。初手アベル嬉しいな、全然いい。グラサ X 来ないからこいつから打つわ。こいつコンボないからしばらく、こいつ打ちます。はい、いやワンチャン X 来んのかな。いや来ないよさすがに。成り打ちか風車なんで、風車来たこと考えるとナルアダラ取っといて正解なんですよこれ。オッケーオッケー、そうそうそう。あ、だる、まあいいわ。いやどうしよっかな、これ後からさ、なんかここに置いとけば相手嫌でしょ、これ当てづらいから。ここにこの回復コンボ置いとくのがね強いっすね。でこれ B さんに十字火炎来いよ。3枚入ってんだぞ俺は。なあなあ、アベル、アベル、アベ助けて、アベ、アベ、アベが一番いいかな、ここ。アベ、アベ、アベ、うわー、どうしよう。いやー、じゃあ順当に来るんならさ、まあフルフリアいるからこっちからでいっか。これ欲しい、まだ早いな。よいしょ、徐々にやってっか。いや火炎オーラ引かないとね、結局火力がねちょっとね出ないんだよな。これ挟んでこねえかな、さすがにね。うわー、なんかやらんかする、めっちゃ芋ってくるやんこれ、やば。俺削りきれんくね。あー、ハイサラはちょっとまだ早いんで、オーウェイも早いし、こいつもまだ早いか。オーウェイ、フルフレア、フルフレアか。結局ね、こいつ回復で使ってもね、今回削った方がいいよ。相手もなんか削ってこないから全然。いや、ゲイボルグ強いな。あー、どうしようこれ。これさ、多分さ、こいつ打っても弱いんだよな。こっちからやな、思いっきり削りに行きます。ゴリゴリに削るムーブで、こっから削れないんだよな俺は、しばらく。まあ相手そこ打つでしょう。相手月だけ出てないな。あー弱い、これこっちじゃね、こっちから打つわ。相手嫌でしょこれ、この十字回めっちゃ嫌でしょ。で取りたくなるから、オーウェイ
使いたい。まあ相手も日程飛ば無理だな、まだ。俺はヤンドールあるし。ああ、なるほど。待って、これ4枚返し飛ばされるの？なことないよな。次俺エンデが打って、オーベル飛ばす。完璧なプランじゃね。でがこっちやな。これいい火力だぞ。こういう時のためにエンデが入れてんだよ。おらー、やっぱね、エンデがの火力って大事なんですよね。こいつの火力大事だわ。あれ、取るしかないけど、取ったら死ぬっていうね。このもどかしさ。まあ、飛ばないからな。大丈夫。で、ここでオーウェイで完全に削っていく。大丈夫。耐える。余裕だな。余裕だな。出が4枚で吹き飛びます。おらーおらーおらーとんとんおらーとん、やっぱ強いな、こいつ。エンデガーのコンボよりもさ、火力出てるや、オーウェイ。強いな。あー、リアンね。なるほどね。オッケーオッケー。リアンですね。いやー、結構、星来たぞ。星が来るなら、まあいいわ。こう打って、きついんだよな。おら。よろしくお願いしますと。なかなかね、なんか、中途半端だな。やっぱ神流するんならさ、ナルワダルワじゃなくて、多分ですけどね。あー、だるいな、それ。ナルワよりも、あれの方がいいな。ラウナスじゃなくて待って、名前が出てこんくなったけど、あー、わかるでしょ、あのオーダーのあいつだよ。そう、あいつの方がいい多分。あー、だる、だるいってマジで。すぐそうやってさ、こっちかな。弱え。すぐそうやってね、ゴリゴリに削ってくるんですよ、こいつらは。やばいな、この X ムーブ。めっちゃゴリゴリやん。まあいいや、どういうふうでもいいっす。ああ、なるほど。これ、エンデが打てねえんだよな。打てるか。打てんよな。打てんな。4枚返ししたかったな。あ、チューブ持っとくか。打っときます、ここで。回復もして、火炎も出すと。これでいいな。なんか結局ゴリゴリに削れるからな。あー、だる。やばない、これどうすんだろう。冷静に行くか。冷静に行こう。こうだな。相手の打つ場所を減らしていくっていうパターンですね。どうせつなげてきてたからな、これ取らんと。なるほど、それもだるいな。次飛ばすんなら、エンデが3枚残しといて、デガ3枚打つか先に。ダメだ、デガ3枚打つとアブコンだ。こっちからや。こうやな。危ねえ、ちょっと今ね、危なかった。ダブコンを残すところ飛んでないんだって、さすがに3枚返しちゃう。巻いて多分 E4 から来るか、違うか、そこからか。そこなら3枚残るから勝ちですね。まあとりあえずエンデガを入れた意味がね、あるというもんですよ。これぶん殴るぞ、エンデガもうこれ主役は欲しいじゃないからな。エンデガだ、いけエンデガ。ぶっ飛ばせ。どのぐらい出るこれ、3枚返し。
あー、これさっきの歌飛んでないな。よかったよかった、ダブコン開けるところだったわ。危ない危ない。あー、これだけは嬉しい。このマッチはマジで嬉しい。てかね、多分ね、本当にごめんなさい、誠に申し訳ございませんでした。これはね、ちょっとね、あの相手からね、あの不満が来るレベルの手駒だ。でもこれ仕打ちしてきたら、なんか C の方がね燃やしづらいんですよね。何だったらねすぐ燃やせ、でも相手はフェルグ投げてるからね。うん、相手もまあフェルグ投げてるからな。だからね、これはね平等だと思うんすよ。相手も投げてるから全然いいと思う。これはね、何も文句言われないと思います。こんなものは相手も投げてるからね。それはね、これで相手が投げてなかったら、あの俺はねちょっと文句言われてもしょうがないと思うんですけどね、これ。うん、だからこれは五分なんですよ。相手フェルグ投げた、相手最善ムーブだから、俺も最善ムーブだけど相手も最善ムーブなんで、これ五分です完全に。うん、ってことで、あのダメージいただきます。あー、アベル、ここのアベル気持ちいい、ボーン気持ちいいんだよな。まあこれ取るんだ多分。なんならフェルグつなぎ弱いから、これ多分 A3 で取るか。取るな。はずるくね、ずるいな、ずるいけど、こっから俺はねさらにボーボー燃やしていこうと思います。はいはいはい、星引いていく。んー、まあここで打つしかないよな、こいつ。 OK、 星を引いて、次星打ってからのテュポかな。どっちやろな。まあテュポ打つわ、こんなもん。じゃあテュポ打ちます。相手なんかずるいことしてきたから、それはね、相手が先に仕掛けたんだからしゃあないよな、これ。まだ全然漏れるもん、これ。はい、こっち打つわ。でこれ削って、で火炎も出して、ボー出して、ボーだ。まあどっから来るかな、相手 C2 から来るよな多分。だよな。C2 から来て俺ワンチャンやられるくね、これ。フェルグの毒あるもんね、やばくね。フレフレありがとう、ありがとう。フルフレア、お前来なかった、ちょっと怖かったかもしれん。でもまあこれでも怖いけどな、まだ1600のこれ 13% だから3000何歩出るから、ワンチャン飛ばされる可能性で。でも飛ばんな、これ。飛ばん。フルフレアありがとう、フルフレアマジでありがとう。ボーボーに燃やそう、ボーボーに燃やして、危な、はい、ボーボーに燃やしてからの欲しいですね、出番だ。欲しい、吹き飛ばせ、やれ、やるんだ、欲しい。おらーぼー、危な、結構危なかったこれ。いや相手強かったなこれ、危な。神殴りか、神殴りはねあんまりね、まあ有利でもないな。でもアンプがいるからね、アンプ1枚で頑張るわ。結局ね、影の主役はアンプってところ見せるわ、神殴りに対して。こいつ1枚でなんとかします。結局ね、なんか、デバフとかもね、あんまり入れてないから、あ、でも、テュポがあるから、そうか、デバフ入れてるわ。めっちゃ入ってるわ。これ、ワンチャン X 来る可能性あるな。こいつ何だったっけ ?2 ターン。ああ、まあでもそんなにバフないから、まあこいつはここでいいのか。まあ一応ね、X 警戒で、ナルアドラ打っときます。こいつ打っとけばとりあえずね、X 来にくいんで、多分風車か成り打ちだな。成り打ち来たら、伸ばして挟んで、盤面詰めてっていう風でもいいですけどね。どうしようかな。神殴りね、あんまり伸ばしたくないんだよな。うん、ここで十字架に引いて、安倍早めに引きたい。あー、ヤンドーラか。まあ、まだフルフレアもいるしな。アンプもいるし、結構守れるんで、こんでいいか。十字引いてなかったらこっちだよな。あ、じゃあ伸ばした方がよかったよな。オーラ引かれて、ミューズも来るかな。ミューズ来たー、いつものやつ。これ、神殴りあるだろうですね。アベル。
なるほどね。どうしようかなこれ。じゃあ弱いな。こいつここで打ってもな、3000しか出ないんだよな。どうしよう。アベル打ちたかったな、ここに。なんか次来そうだな。噛み合わない手駒が。まあ、相手多分 X 来るでしょう。取っては来ないと思うんだよ、多分さすがにこいつ。X 来るから、まあ、右上来て、俺どこ置こうかな、これ。手駒がなんかすごい、あ、マジそっちから来るんか。じゃあ、7000。まあ、フルフレアもいるし、詰めるか。アベル最高だ。ちょっと待って。ちょっと、あの、完璧なタイミングで来たな、アベル。こう行って、アンプル詰めてっか。順番に詰めていきましょう。これが強いんだよな、結局。まあでもね、結局アベル打ってますけど、バフが多いんでね。まあ今んとこね、これ星の動画なんですけど、あんまり星活躍してなくない？ちょっと待って。あいつあんまり活躍してないんだよな。どうしよっかな、これ。まあ、アンプがいるからな、困ったら。オッケーオッケー。そこ来て、ティーポ。あー、弱いな。どうしよっかな。こっちから打ってっか。打っとくわ。火力出しときます。いやー、飛ばしきれるかな。テュポくれば勝ち確なんだけど。まあこれ一回 D に来たら、そこ来たらまだ飛ばんから、はい、さら。アンプ打っても飛ばないもんな。まあ、こっちだな、多分。イモルしかない。アベル信じろ。出川、恐れるな。アベルを信じろ。今日無補正だから大丈夫じゃない？さすがに。まあ、1万ぐらい持ってかれるけど、次アンプあるからな。俺にはまだ。アベルを信じろ。全力で信じるんだ、アベルを。アベルを信じろ。まあ1万持ってかれるな。OK。大丈夫。アベルを信じた。これ出がらったらちょっとやばかったか。ここで婚活だな。よいしょ。これで婚活で、ここのアンプマジで強いな、やっぱり。でもノートあるからまだ確定じゃないんだよな、勝ちは。一応。でもノートどこ来ても取れるには取れるな。一応取れるには取れる。一応ね。何来るかな？これによってね、俺が勝ちかどうか。あ、大丈夫、耐えるな。え、待って、これ、耐えるな、アンプ。ナイス、アンプ。これ、アンプナイス。アンプナイス。オーウェイで吹き飛ばしましょう。いや、これアンプの勝ちじゃない。いや、これなんかさ、今日の動画はね、アンプを活躍させたかった。今のままでも十分強いってところ見せたアンプ頑張ったぞ。今ギリギリの戦いだったわ。 D 取引ね、 OK です。もうこれはね、燃やします。どうせこいつらね、召喚ポンポンポンってしてきて、意外と召喚入ってるの多分。あ、でもな、フェイルノートないから、今の D 取引分からんけど。いや、違うな。D とは今ね、火力ポンポンってやる方ですね。あの、スピカとか、あの、スーとか打って、そうそう、こういう方が多いっすね。苦しい。でも伸ばしてくるんで、どうしよっかな。なー、弱いな。後で回復に使いたかったけど、削るしかないな。これ絶対伸ばすんですよ、これ。伸ばして挟んでっていうのがね、ここで S5 まで伸ばす、絶対。最近のね、D 取引あるある。スピーカーとか絶対置いてくるから。ほらなって言いそう。ね、俺、次の俺はほらなって、よ、もっとやばいの来たわ。
この時点でだいぶきついんだよな。まあでもこれ取れないわ、さすがに取れん。取ったら負けだもん、盤面が。相手つないできて、おかしいよなマジで。ゼウスの火力バグってるよ。ここでだってつないだだけでさ、これ1万何本食らうんだろう。あーでも食らわんか、6800の。やば、何これ、バグやん、強すぎるな。まあこいつ打っといて、あこのダメージのやつ追いつけねえもんな。だってどうやって勝つんだこれ。ゼウスえげつないんだが、負けじゃねえ。勝ち筋はね、どっちから来るかな、これ。C2 だよな。あー、灰皿弱い。こっち打って。これ勝てるんかな、これ角来ないでしょ。多分エンデが繋いでくるんじゃない、エンデガの子置いてくるんじゃない。エンデガ当て、相手の最善。多分角は来にくいと思うんだよな。来るんか。オーラフルフルやか。どうしようこれ。勝ちに行くんだ、削りに行かんと負けるぞこれ。フルフレアなんか打ってる場合じゃねえなこれ。多分そうだな、これで削って次飛ばしに行かんと負けるわ。うん、フルフレアじゃ負け。耐える、耐えるから、やっぱそうだな、これが最善だな。で火炎も入る、飛ばせる飛ばせる、全然飛ばせます。これこいつの2枚返しで飛ぶはず。あれ終わらないから見ようか、これどうだろう。あでも1000あるから大丈夫だ、いける。ほら危ねえ、やっぱ前のターンフルフレアじゃ飛ばなかったな。これアルベルティーネだ。 OK OK です。これね、動画の締めにふさわしいんじゃないか。ただエンデガとね、アンプがいっぺんに来たのちょっとね、いただけないなこれ。どうしよう、順番に来てくれ。じゃあX 行っても弱いしな。強、初手にしては強すぎんか。まあこれナルは打つしかねえのか。ナルは打つしかねえな。これね、やっぱこの動画そうだわ、一見ね、シンゴマの星が輝くと思わせといて実は違いますよっていう動画ですね。これ十字架に来ねえかな。これ十字架に来たら完璧だぞこれ。来い、早めに来い十字。あーヤンドーラね。まあアンプ使えなくねこれ。打っとくか。本当アンプねもっとね、巧みに使いたかったんですけど仕方ない。これ次十字引くから。3枚入ってたぞ運営。何のため3枚入れてるからなこれ。マジで3枚入ってんだからな。やばいやばい、これやってる、やってます。強すぎ、無理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 。頼む頼む十字。なんでやねん、ちょ本当になんで、え、なんで3枚入ってるの十字来ないの。これやってるわ運営、無理じゃん。ここで十字引かないと無理じゃんマジ で次十字来るな、どうせ。なんかそんな気がするわ。ずる、ちょ運営ずるいって。え、なんで俺こんなさ、アルベルの時こんな引けねえの。あ、強すぎ。はい、強すぎ。はい、強いっすね。エムリー、どうしよう。ここで十字くるやん、どうせ。わかるわ。あ？こっちかじゃん。頑張れ、頑張れ、頑張れ。削るぞ。ちょっとずつ削るぞ。でもこっから2手ね。アベルじゃなくて、こいつ入るでしょう。きつくねこれ、アマテルがきつい。ワーベルか、弱いなこれ。どうしよう、チュポ打って下打って3枚つない。アマテルがさ
きついんだわ。アマテルがマジできついわ。こうか。3枚返ししたいんだけどな。勝ちに行くんなら2手耐えるしかねえな。アマテルのコンボなんか受けるね。ここでアンプ使いたいけど無理だな。フルフレア助ける。フルフレア一旦助けて。フルフレアオーウェイか。じゃあ我慢するしかないか。頑張れ。踏ん張れよ。ここ踏ん張るしかないわ。相手エース投げたからだいぶ。踏ん張れ。我慢や。あ、それ無理。ずるいじゃない、マジで。踏ん張れんて。耐えた。なんか知らんけど耐えた。極限のおかげだ。危ね。踏ん張ったぞ。アップな。いけ、エンデガー。吹き飛ばせ。気持ちいい。アップな。極限リレーでなんとか耐えましたね。アップな。危なかった。いや、最後神試合じゃないあれ。ちょっと待って、神試合だっただろう。これだよ、運営。このね、極限のヤバさがこれで分かったでしょ。あれ飛ばないんだよ、絶対飛ぶもん。普通だったらあのデバフラット飛ぶんですよ。極限だから相手のアタックがなかなか飛ばなくなるんで、これえげつないですよ。運営さん、あのテュポンがいかにヤバいか。あ、違うわ。違うんだよな、これはね。ホシーの動画だった、忘れてました。このホシーって子はね、なんかね中途半端だな。まあ強いっすよ。まあそれなりに超ゴマなりに強いんですけど、スタメンかっていうとちょっと微妙だな。なんか結局3000か3500しか出ないんで、大体4000以上出ることあんまりないんでね、なんとも言えないです。S から E 評価まであったらまあ A かなぐらい、 S まではいかないなって感じですね。うん、まあただね、まあ強いとは思うな。うん、強いとは思う。だって候補がまあ他はペトラとかになるからね、そう考えたらまあ強いんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ただね、なんかこれ600上昇だったら本当強かったんだけど、500上昇ね、なんか思ったよりって感じでした。すごい今回はね、微妙かなって思ってしまった。まあ強いよ、他の駒が強すぎてね、なんか目立たないな、星なんで。まあ、魔竜の方は間違いなくあれ強いと思うんですけどね。神竜の方は、ちょっと、これはね、人によって好みが分かれる駒かなと思いましたんで、まあ、しばらくね、ちょっと静間とかで神竜も使ってみて、こいつが本当にレギュラーにふさわしいのかどうか、っていうのを見極めていこうかなと思いました。ってことで、明日は魔竜デッキの方でね、やっていこうと思います。運営のね、思惑通り、魔竜を使っていこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、お前ら最後に、チャンネル登録、よろしく。じゃあな。